角カチューシャの作り方全3種類紹介しますというわけで始まるよこんにちはコスレアのギャだよ今回はこの角のアクセサリーを作ってみましたこのようにカチューシャで簡単に取り付けられるようになってますでこちらは悪魔風の角ですね で、これも同じような感じなんですけど、こっちは塗装じゃなくて合皮を貼り付けて作ってます。そしてこれは鬼みたいな感じの一本だけ配達のとなっております。というわけで、早速みんなで作りましょう !COS ボードという材料から一通りのパーツを切り出します。 COS ボードとはコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが、簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、大型手芸店、一部のホームセンター、Amazon や楽天で買えます。型紙を使って切り抜きます。型紙のリンクは動画の説明欄にあります。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートやコスプレボードといった他のボードでも代用できます。 各種ボードの販売店などを動画の説明欄にまとめてあります。パーツの端と端を接着していきます。このような接着しがたい箇所の接着の場合は、瞬間接着剤と合わせて、アルテコスプレーという瞬間接着剤硬化スプレーを使っております。これを使うと硬化が非常に早くなり、とても作業がやりやすくなります。ホームセンターの接着剤売り場で売られています。 なお、ボンド G17 という接着剤でも楽に接着できます。ボンド G17 はホームセンターにもありますが、100均にもあるので、手軽に入手ができます。お好みの方法で接着してください。引き続き、角の端と端を接着します。こういった箇所は本当に接着がしづらいです。ですので、アルテコスプレーがあるとないとでは、作業の墓取りが全然違いますので、ぜひ、アルテコスプレー使ってみてください。 ちなみに、瞬間接着剤は100均のもので OK だよ。一通り接着し終えたら、先端をハサミで成形して、尖った感じに綺麗に仕上げます。グルーガンを使って模様を描いていきます。グルーガンとは樹脂のスティックを熱で溶かして打ち出す道具です。ホームセンターや100均で売ってます。模様はランダムに思うままに描いていって OK です。 これで組み立て作業は完了です。次は塗装に行くよ逆用が他にもいろんな動画があります。この動画の後にぜひいろいろ見てってくださいね。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装下地です。これを塗ると塗料の塗りが非常に良くなります。COS モードとセットでよく販売されております。 ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます。造形ベースが乾いたらまずはベースカラーとして真っ黒に落花スプレーで塗ります。落花スプレーはホームセンターで買ってきました。ここからはビンギニの塗料、ミスターカラーというプラモデル用の塗料ですね。そして筆、そして布やティッシュを使います。まず筆に塗料をつけて その塗料を布やティッシュである程度こそぎ取ってしまいます。かすれたような状態になると思うのですが、その状態で筆を普通に塗るというよりは、こすりつけるような感じで少しずつのせていきます。そうすると少しずつ色がほんのりとのっていきます。この塗り方をドライブラシと呼びます。 この塗り方で塗るとベースとなっている色が程よく残って深みのある色合いになります。簡単にできますのでぜひ皆さんもやってみてね。使っている塗料のミスターカラーはプラモデル用の塗料です。おもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。塗料の種類に特に制限はありません。筆塗りの際にぜひ試してみてください。アクリル絵の具などを使う場合でも OK です。というわけで塗り終わりました。 逆用が動画の補足情報や型紙データ、作業時の注意点などをサイトでまとめてます。これから作る人は必ずサイトを見てくださいね。サイトのリンクは動画の説明欄にあるよ !100 均で買ってきたカチューシャに瞬間接着剤で接着をします。瞬間接着剤だけでは取れてくるかもしれないので、グルーガンを隙間に盛り付けて補強します。 これにて、この角は完成だよー重量は 40g です。製作時間は2時間、材料費の目安は500円となります。引き続き別の角の作り方を紹介します。今度は合皮針の角の作り方を説明します。 カッターを使って、まずは合皮をカットします。COS ボードのパーツと合皮をボンド G17 という接着剤で接着します。ボンド G17 はホームセンターでも売ってますが、100均でも売ってますので、手軽に入手ができます。まずはボードと合皮、両方の面にボンドを塗ります。そして貼り合わせます。貼り付け終わったらいらないところをカットしていきます。 合皮は手芸店で売っています。手芸店が近場にないという方は、ネット通販の記事販売店を利用すると良いかと思います。切り終わったので、合皮を少し余らせている部分があるので、そこにボンド G17 を塗って、パーツを貼り合わせて組み立てていきます。片面貼ったら、もう片面も同じようにして貼り合わせて組み立てていきます。 先ほどの角と同じように100均のカチューシャに瞬間接着剤で接着します。そしてこれもグルーガンを盛り付けて補強したら完成です。重量は 30g となります。製作時間は2時間、材料費の目安は500円となります。では最後の1本の説明したいと思います。逆ヨガ。Twitter やサブチャンネルも見てね。 基本的な作り方は最初に作った角と同じですので省略させてもらいます。<music> よろしければチャンネル登録お願いいたしますそれでは皆さんご視聴ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう